今日は2018年12月20日3時80分ですね。今日の朝日新聞の39面社会面ですけれども、鹿児島の大隅町の町長が核処分場の誘致をめぐってですね、金を受け取ってましたよ、核廃棄物を処分するところの場所が今、まあ、原発からできたゴミですよね。それをどこで処分するんだ、どこに埋め立てるんだ、どっか自分のところで引き受けてくださいよというふうに日本中で、にまあ電力会社側はお願いしてるんだけども、大体嬉しくないやね。自分のところにそんな物騒なもの、もうすごい濃度の放射能があって、それをまあ漏れないように埋めますとは言ってもですよ、いつ何らかの形でそれがぶっ飛んで、自分たちの近所からこの放射能が漏れて自分のところ届いたら大変ですからね。嬉しくないからみんな嫌だって言ってんだね。それで電力業界と関係があるとされる人物とか町内の有力者からですね、現金をこの町長さんがもらってました。で、もらった時には選挙費用として受け取ったというふうに当時の選挙事務責任者が答えておりますと。ところがこの選挙運動に関する収支報告に全然書いてないから、それが違反じゃないか。そして町の収支報告書っていうのがあるんだね。それは保存期間が3年なんで当時の報告書は残っていない。またこれがだね、都合の悪いものは捨ててしまいましょうっていうのが行政のやり方で、これもまたけしからんでね、なんでこんなものをちゃんと残しておかないかって話だね。それで、2009年だからもう今から10年近く前ですけども、この中のその3人のですね、原発原処理場誘致の推進派の人の人に、処理時分誘致のための関係先との交渉を一任するという内容の一任状を書きました。これもちょっと分かりづらいんですけども、まずその処理場誘致のための関係先という意味があんま分からないね。まあそこと交渉をして、町として、合意をするようなことをあんたに任せるから今以外にやってくれって頼んだっちゃったね。それでこの町自体はですよ、2012年の時点でこの廃棄物処理場を誘致するかどうかという話に関しては誘致しませんというふうに議会で決まってたんだね。2012年にすでに決まっていた。最初は2007年の時点で、前の町長の時代に誘致しようかと言ってたんだけども、当時の県知事が反対して、誘致を撤回した。そしてですね、2013年の時点でこの町長選挙がまたあって、この人は立候補して当選したわけですけども、その時には
この原子力関係施設は作らせないという考え方を明言しておりました。ところがですね、現金を渡した3人によればですよ、頂上戦に、参戦した17年、この17年の4月まで、13年に選挙で再選されてるんだね。そしてその後4年経った17年の4月まで、自分たちに対してはこれから誘致させるから待っててくれと言ってました。まあとんでもない話だね。まあ議会ではもうこの処分場を誘致しないと決まっていました。で、選挙に出る時も自分は誘致させないというふうに明言していました。ところが自分に800万円だか金くれた人たちには、そのうち誘致させるから待ってくれ待ってくれというふうに去年まで言ってましたって言うんだね。それでいつまでだってもその話が進まないんで、この金渡した方が怒り始めて、どうなってんだっていうふうになって明らかになりました。まあごちゃごちゃこの話はややこしいですけども、要するにどういう問題かというとですよ、原発を作るときでも、この処分場を、廃棄物の処理場を作るときでもですよ、札びらで人の顔を叩くということだよね。そんでその人の信念やら民主主義の最大限の国である、みんなで投票や選ばれた人たちが議員が議会で討議して決めるんじゃなくて、金をもらった側が働きかけることによってそれらを説得して推進させる側に協力させる。これはもう内挙にいとまがないほど、ずっとこれまでいろんなところで起きてきてですよ、この原発絡みのことではもう本当に金で人の顔をほっぺたを叩いて、それで良心をねじ曲げるというやり方だよね。それで推進してきたという前例があるって。残念ながら人間というのは弱いもんですから、こんだけ金を出すぞ、お前はここに原発ができたらこんだけ潤って町は金持ちになるんだぞ、国からこんだけ金が出ると言われているんだぞ、そういうふうに言われるとそれの言うことを聞いちゃうということですね。そういう本当に好ましくないですよ、人間の 弱みにつけ込んだやり方で原発というのをこれまでずっと通じてきて、それで福島原発の後もですよ、なし崩し的にそういう状況というのは続いている。そしてこの廃棄物の問題というのは原発のもう一つの、私はずっとこれ原発がぶっ飛んだらどうするんだって話をずっとしてますけれども、原発だけではなくて使用済み核燃料が何かの事情で屋根がぶっ飛んだら大変なことになりますよね。それこそ原爆何発分という放射性物質がそこの水の中に使っていて、原子炉自体は人によっちゃミサイルがぶつかってあれはぶっからねえから大丈夫なんて言ってるけども、この使用済み核燃料が入ってるプールなんてそんなもんじゃなくて全く脆弱で、ミサイル一発で簡単に穴開いちゃって、中に入って水がドーッと出たらどんどん温度が上がっちゃって、それこそまた爆発が起きてですよ、それで日本中に放射能がばらまかれるというような状況があるわけですよね。で、そういう使用済み核燃料というのも今どんどん増え続けている。それに伴ってそれを冷やして汚れた水も増えている。いろいろな放射能を帯びたものというのがどんどん増えていって、それをもう原発の中に溜めておけないから、どっかに持っていって埋めなきゃいけません。埋めさせてください。放射能がなくなるまで何百年だか何万年だかかかりますけども、もうそれが空気中に漏れたりぶっ飛んだりすることは起こしませんから、埋めさせてくださいって言ってんだけども、まあ大体どこだって自分のところにそんなお金もの持ってこられたら嬉しくないし、原発を作るときはですよ、原発を作ればそこで働く人たちとか建設のために町全体が経済的に潤うと言ってたけども、この処分場なんてことはそんなには経済的にもメリットがなくて、せいぜい国からの補助金が何も出るんでしょうかって話して、大したうまみもないし、住民の多くはみんな反対するわけですよね。そういう状況の中でもですよ、この町長なんかを裏で金で操って言うことを聞かせようという動きがある、この原発処分場推進の関係者という意味が分かんないけどね。
全く怪しげで、この新聞読んでも一体どういう立場の人なのかわからないんですけど、しかしそういう金を使って人の心を動かそうとする力というのが常にこの原発の問題というのは働き続けている。嫌な話ですわね。そして私がずっと指摘し続けているのはですよ、こういう放射能が世界中にばらまかれる可能性というのは滅多に起きないことじゃなくて、いつでも起きてしまう。原発自体もいつ誰かがそこに爆弾ぶち込んでぶっ飛ばすかわからない。繰り返し言いますけども、原発の原子炉自体は丈夫だからぶっ壊れないってバカなことを言いますけども、それだってぶっ壊れないわけがない。さらには使用済み核燃料のプールなんても簡単にぶっ壊れる。さらにはこのようにその使用済み核燃料ではなくても非常に強い放射能を持った廃棄物というのがいっぱいあって、そういうものでも人間が住んでるところに持ってきてばらまいたらもう大変なことになるわけですよね。そういう状況というのがなるべく表沙汰にならないように、さつびらでですよ、人の顔を叩きながら黙らせていくのが原子力行政の実態だということですよね。まあそういう話ですわね。まあ我々がちゃんとね、こういうものに対して目を開けて嫌だって言っていかないと、人間の心の弱さにつけ込まれて、結局はですよ、原発が進んでいけば大金持ちでできるやつがいっぱいいる。それらの意図に流されてしまって命の尾を脅かされるのは一般庶民ですよという話でしたね、ということです。
ここで生きている。ということで今日はこれぐらい。